1対1やります。で、オフェンスの人はこのオレンジのマーカーの前スタートね。で、黄色の人はこのディフェンスのスタートね。で、こっちの人はボール持ちます。この選手がボールを触ったらディフェンス来て、それまで動いちゃダメ。 OK。 で、どっちかのドリブルで通過すれば勝ち。で、いきなりこれ触っちゃった場合でこれ来るからね。この時点でもう相手動けるから。なので触らなかったら別に何回フェイントしてもいいから、今日やってほしいテーマはボールを触る前にまず何かね、フェイントかけよう。1回でもいいよ。フェイントをかけながら相手の重心を動かす。相手の矢印が逆向いた時に反対側取る。まあ、シザースだけじゃなくてこれステップオーバー、これでも大事ね。一回やってみようか。いくよ。はい、スタート。これシザースやったり、まだ動いちゃダメだよ。こうやってステップオーバーやって、あ、ボール触ってタッチしたら動いてね、すぐ。ああ、オッケーオッケーね。とりあえずいろいろ駆け引きやってみよう。まずは一回ルールだけしか守ってやってみて。やっていいよ、もう触ったら息いけよ。触った。ハヤトも見ててさ、触ったと思ったらいいって、いいよ。できれば5秒かな、5秒以内ぐらいにはスタートしよう。あまり時間かけすぎないで、大体でいいから。そうそう、 OKOKOK。 4秒以内ぐらいよ。はい、触った。はい、カット。はい、やべ、カット。はい、やるよ。ごめんね。そうそう、一気にいこう。はい、じゃあオフェンスの人、ちょっといろんなフェイントやってみて。さっきはまあシザースしてるからってこればっかやってる人とかいるし、ね、いろんなタッチやってみよう。 OK。 例えばシザースやった後にこのままボールを動かしてこうやって、これも OK だよ。かっこいい。じゃあ他の人見てさ、あ、これソロでフェイント僕知らないなっていうのがあったらさ、真似してみるのも大事。こういう練習でどんどん失敗した方が上手くなるから。得意なやつばっかやったらそれしか使えなくなる。じゃあそれ防がれた時にもう抜けなくなるよ。 OK。 じゃあ、まあ、例えばステップオーバーした後ちょっと動かしてみるとかね。ほら、引っかかったよね、今の。ね。とか、シザースも前はさっきやった、こうシザースやった、この足を、で、ボールを運ぶけど、逆も取れば、こうやって、これ。逆も取れば。OK？ だこうやって相手のさ、重心、どっちに体重かかってるのかなっていうのを見て、やれば、いろいろできる。これだけでもリズム変えれる。大事なのはね、同じリズムでずっとしないこと。まあ、なおにもさっき言ったけど、ずっとこうやって同じリズム。こうやって相手がさ、もう慣れてくるから、たまにリズム変えたりしたら入ってくるタイミング分からないからね。はい、じゃあ一個やってみよう。はい、ここ戻って。はい、ちょっとスピードだけじゃなくてさ、フェイントのテクニックでも勝って。あ、触った。いけ、なおいけ。なんでなお待つの。触ったこといけ。ディフェンスもさ、ちょっと集中して、触った瞬間には出ろよ。オッケー。それ今コーチがやったやつね、真似したね。オッケーオッケー。そうやって真似して上手くなって。ストップ、ごめんごめん、ゆうき、待って。これさ、こうやった時に足置かないとさ、自分が不安定じゃない。この足をここに置けばすぐ行けるよね。フェイントの時にこうやってたら、こっからスタート難しくなる。地面にちゃんと置く、シザースでも置く、フェイント。オッケー。そう、足置いたら次の、そう、それで踏ん張って逆取らないと。はい、そう、オッケーオッケー、そういうこと、そういうことね。ゆきしっかり相手見て、ディフェンス見て。お、うまい。オッケー、ゆき、ナイスプレー。そう、逆取れ。オッケー、そうしたら感じないかって。オッケー、でもスピード引止めない、その流れで、そうそうそう、OK、そういうこと、そういうこと。